6号艇西島の動きが気になるところ。いち早くホーム側、どうやらスタート天井同様2コースからの勝負となりそうです。水面上は2つ目の準優勝戦第10レース、1号艇峰竜太、2号艇白井英二、3号艇須藤博道、4号艇桐生純平、5号艇今垣幸太郎、6号艇西島よしのり、以上6名の対戦です。インコースは譲りません。1号艇峰竜太です。前大会王者、今節序盤は苦しい部分もありましたが整備を施してフナッシュアップ、絶対にファイナル乗るんだという思い、1号艇峰がぶつけます。2コースにはベテラン6号艇西島よしのり、そしてやや手間隔を置いて3コースには2号艇白井英二、リングを変えての登場。4コースこちらもスローです。4号艇桐生純平、ターンは切れ味キレキレ、4号艇桐生スローはここまで。本番レース引っ張って角、5コースに3号艇須藤博道、そして再アウト6コース初代王者です5号艇今垣幸太郎、4対2となっています。第10レース準優勝戦、インコースから1番6番2番4番ダッシュ3番5番です。スタートしました。2コースがトップスタート、6号艇西島よしのり、しかし内側から踏ん張るのは1号艇峰竜太、1周1マーク先取り、6号艇西島が指してまくり足は2号艇白井は入らず向こう上面に張ります。独走体制5停止リード、先頭は1号艇峰竜太、注目2番手争い、わずかに優勢は2号艇白井英二、内側から上がってくるのは4号艇桐生純平、後方は5号艇6号艇3号艇10レース、スタートは正常です。焦点2番手争いです。センターから4号艇桐生、インから接近は5号艇今垣、2艇の内側つくか、2号艇白井英二好ハンドル、ホームストレッチへとあります。2番手争い2号艇4号艇の攻防、わずかに内側優勢か2号艇白井、しかし外から4号艇桐生並走状態となっています。レースはこれより2周目1マークの攻防です。先頭は1号艇峰、2番手争い内側から先手は2号艇白井英二、その内側切り込んでくる4号艇桐生純平ですが、向こう上面に入ってわずかに停止、2号艇白井が優勢、しかし立て直して内側からへさきをかけようと粘ってくる、バック中間で捉えた4号艇桐生純平、2番手争い接戦状態、続いて2周にマーケットを移ります。2番手争い今度は先手は4号艇桐生純平、開いて差し込んでくる2号艇白井英二ですが、ここで2番手は4号艇桐生が単独、差もついての3番手に交代は2号艇白井英二、1番4番2番の体制で最終周回へと移ります。インコースからここはしっかりと押し切りました。先頭は1号艇峰竜太、そして競り合い制して2番手優勢は4号艇桐生純平、惜しくも3番手は2号艇白井英二で向こう上面へと入っています。上位3艇1番4番2番の体制です。後方6号艇3号艇5号艇ラストコーナーへとレースを移ります。最終コーナー、先頭は1号艇峰竜太、そして2番手には4号艇桐生純平、3番手は2号艇白井英二、ホームストレッチへとあります。上位3艇1番4番2番でゴール、先頭1番峰ゴール、2着4番桐生、3着2番白井ゴール、6番3番ゴール、ラスト5番今垣ゴールです。